こんにちはりょうです それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう今日のテーマはこれですね。お金を稼げる仕事、VS、やりたい仕事、どちらを優先するかってことについて話をしていきたいと思います。質問ね、2名からいただきました。1人目なんですけど、りょうさんはじめまして22歳の公務員です。YouTube でりょうさんを知り、お金や考え方を学ばさせていただいています。私は今の仕事を目指したのは高校2年生の時ですが、20歳の時に自分の仕事の魅力だったり、やりがいが薄れていきました。でも何をしていいかわからないまま、今日まで月日が経ちました。私の考えでは人生は 一度きりだから、40歳、50歳となり後悔しないよう何事も挑戦しないともったいないって思っています。でも、何をしていいか分からない、勇気が出ません。そういった時の量産なりの考え方を教えていただければ幸いです。ということでね、一人目がご質問でした。で、二人目の方なんですけど、私は現在37歳の独身会社員です。一部上場企業勤務で勤続4年、年収600万、借入れ190万と。現在工場に勤務していますが、職場の雰囲気の悪さ、頻繁な体調不良もあり、会社を辞めようと考えています。ですが、その先が正直、 不透明で年齢も年齢ですし一般企業への就職は困難と考えています地元の会社経営をされている社長から声をかけられていますが給与や条件等もこれからという状態です一人社員一人社長と形的には地元で中学公式野球チームを立ち上げたい以降の社長さんに監督を打診されその方の会社で働くという流れになります私も本当にやりたいことは野球に携わりながら生活していきたい夢はあり願ってもない話ですが都市部から地元の田舎に戻り収入も下がり毎月の借り入れ 返済7万円の年出が負担になりそうで不安しかありませんりょうさんがおっしゃられてた生活防衛資金は退職金等を含めて用意できそうですが引っ越し入居等で多少の出費も出ていくことになると思っていますこのような場合今の現状が嫌なら行動するべきでしょうかご教授願いますということでね話をしていきたいと思いますと結論なんですけどあくまで僕がそれぞれの立場だったらっていう前提でね答えていきたいかなと思いますで今日の話は結構稼げるようになるための大切な考え方になると思うんで聞いてほしいと思いますで一人目の方へってことなんですけど 面白くなななないいいいととかややりがいがない仕事なんだったらやらないと僕だったらやめますね。で、やりがいがなくて、給料をもらいに行くためだけに仕事に行くっていう人生は、ちょっとどうかなっていうところがありますね。僕自身の話だったらね。で、22歳だし、仮に失敗したとしても、どうとでも修正が効くわけなんですよね。なんで、僕だったらやりたくない仕事なんだったらやめますね。で、やりたいことが見つからないんだったら、過去の動画でね、自分の夢や強みがわからないあなたへってことの人生論のところで話をしてるんでね、参考にしてみてほしいなと思います。で、2人目の方への結論は、 論なんですけど一人目の方と同じくね僕だったら体調不良になるぐらい面白くない会社だったら辞めますねで田舎の野球チームの会社に行くかどうかっていうのは自分の熱量によるんですけど 質問者の方の文面の熱量だったら行っても続けれない気がするんで行かないですね。要は魂と熱量の問題ということで、あくまで僕だったらっていう話ですけどね。人にその道を進めれるかっていうとどうかなっていうところはあって、今回お二人とも独身っていうことなんでね、家庭とか守るべきものがあるっていうんだったらまた答えは変わってくると思うんですけど、まあ、もう少しね、詳しく解説していきたいと思います。お金が稼げる仕事か、やりがいのある仕事どちらを選ぶかっていう話なんですけど、これはね、よく質問される内容の一つなんですよね。で、答えは、 何がが目目的的かかかによるととお金が手段ななののの状態なのかってことですね例えば、僕自身の学生時代の企業の話で言うと、一番当初ね、企業を始めたきっかけとして、携帯電話が欲しかったと。で、部活をやってたしね、バイトはできないわけですね。で、家に帰ってから寝るまでの時間でね、月々2000円ぐらい欲しいわけですよ。このぐらいあれば、ま携帯電話が持てると。で、それ以外の条件って特になくて、条件に合えば何でもよかったわけですよ。で、その状態の時っていうのは、携帯電話手に入れるイコールもうお金が必要ってことですね。 自分の夢を叶えるたためにお金が必要だったってことですねなんでそういう状態なんだったらまあお金を稼げる仕事をした方がいいわけですよねまあ本当にお金だけが、まあ、目的の状態というかねで次のステップなんですけどその後は家で稼げるっていいなみたいなねこう社会の理不尽なルールとかまあ通勤とか満員電車とかね理不尽な上司がいたりとかというのがまあずっと嫌だなと思ってたんでまあもっと自由に行きたいなみたいなね 周りはそれが普通って言うけど、そんなことが普通なわけがないっていうのはね。なんで、まあもっと自由に生きていきたいってことですね。自分で毎月20万円ね、稼げたとしたら、自由を手にすることができるなとか、まあ15万でもいいなとかね、いろいろ思ってたんですけど、自分で毎月30万稼げたら、あ将来家族養うことができるなとかね、まあもしくはお金を稼げるってこと自体が楽しいとか、まあそういう状態だったんですよね。次のステップとしてはね。まあまだお金の状態。でもまあ自由への強い渇望があるっていうそういう状態ですよね。で、さらにその先のね、お金がまあある程度稼げるようになって できたらね、どうなったかっていうと、まあ、儲かる仕事っていうのは色々あるんだけども、やりがいとか、まあ、楽しさとか、まあ、面白いことをしたいな、みたいな。なかなかこう、稼げるってことだけだったら、モチベーションが続かなくなってきたりとかね。で、まあ、人が驚いたりとか、使ってくれるサービス作りたいなとかね。貴重な人生の時間を使うんだから、せっかくだったらそういうことをしたいな、みたいな。お金から、まあ、だんだんやりがいに移行してるとか、比率が高くなってきてるってことですよね。こういう時期になってくると。で、現在はどういう状態かっていうと、自分自身は、まあ、ある程度満足したと。まあ、もちろん上を見たら、キリは ないんですけどまあ自由な生活はできるようになったし友達とか人にも恵まれてるし別にこれ以上ねそんなにっていうね満足してるっていう状態ですねあの友達とか家族とかねまあ社員とかまあ今よりもう一歩自由になってくれたらいいなとか豊かになってくれたら嬉しいなとかね、まあ、残った人生の時間っていうのはまあそっちの方に今は少なくとも使いたいかなっていうねもちろん自分自身が自由で楽しめるってことが前提なんですけどまあそういうふうに使いたいかなと今はそれが楽しいかなと思ってますだから利益は最優先じゃないんですよねまあいろんな話したんですけど何が言いたいかっていうと何 何が目的かによよるっていうことですよねお金を優先するのか、そのやりがいを優先するのか、自分が何が目的かによると、生活が例えばできてないのに、夢だけ追っても、これはやっぱり現実問題お金で困るわけですよね。で、やりがいをね、諦めて、お金さえ儲かればいいってお金だけ追っても、それはそれでつまらない人生になっちゃうかもしれないですよね。やりがいとお金とね、両方一致する仕事なんだったら、これは人生幸せなんですけど、なかなかね、こういきなりこうはいかないっていうのが難しいとこなんですよね。で、じゃあ結局、やりがいとお金 金とどっっちを優先するかってこととになってくると思うんですけどこれはまあ究極どちらでもいいというか人によるってことですよね。片方を立てたらやっぱり片方が立たなくなるっていうのがやっぱ普通なんで、これは人によってくると。で、矛盾するかもしれないんですけど、僕自身はやりたいことを優先で選んできたんですね。もちろんお金によってる時期もあったし、きっかけは携帯電話だったりとかそういう時期もあったんですけど、でもやっぱり僕自身はお金そのものよりも人生の大半の期間に自分がやりたいって思うことを優先にしてきたんですね。多くの人はどうするかっていうと、やっぱりね、まずは お金が安定すする職業を選ぶんですよねでその後自分の理想の人生を追いかけると。アメリカでもね、83%の人がまずは安定する職業を選ぶっていうふうにね、回答してて、日本だともっと低いかもしれないですね。自分の夢を後回しにすると成功っていうのはやっぱ遠くなるっていうデータがあって、 まあこれは僕自身もそう思ってるんですけど、このスラリープロトニックさんっていう人なんですけどね。まあちょっと古いデータなんですけど、1960年から1980年にかけてアメリカで調査したんですよね。で、ビジネススクールの卒業生1500人を対象に調査と。今すぐ夢を追いかけるか、それともまずは経済的に安定する職業を選ぶかっていう質問をしてね。83%が経済的な安定を先に選ぶと。で、17%の人がすぐに夢を追いかけてお金のことを後で考えるっていうふうに回答したんですよね。で、そのまま20年経った時調査をしたわけ ですよ20年後の調査結果では夢だった仕事を選んだ卒業生ね255人のうち 100人が大富豪になったと。で、収入の安定第一で仕事を選んだ卒業生ね、1245人のうち、大富豪になったのはたった一人だけだったんですよね。で、こういう調査結果が出てるって、ここから何を思うかってことですね。もちろん時代とか国とかが違うんで、そのままうのみにはできないけど、まあ一つね、こういうデータがあるってことですね。まあそれからソフトバンクの孫さんとかもね、言ってましたよね。自分の夢を明確に持たず、自分の人生に対するビジョンも持たずに、ただ生きていくために給料をもらいに行くと。でも、現状それしか仕方がないって言ってる間に、 人生ははあっっっといいうう間でですすよよて,、ね、ててててにねねね言言これれいろいろ、ね、考えさせてくれる言葉ですよ、ね、嫌な仕事についてなんですけど、僕自身は自分がやりたくないと思う仕事はやらないですね。嫌な仕事やらないっていうと結構語弊があってね。生理的に受け付けないとか、まあ、生理的に無理とかね。体とか精神を壊してしまうような仕事はやらないですよと。ただ、スポーツの筋トレみたいなね。なんかこう、その時は苦しいんだけど、振り返ったら楽しいなみたいな。そういう楽しさの我慢ってあるじゃないですか。そういうのは全く違うんでね。あの、いくら自分のやりたいことを追求しても、そういうね、筋トレ的な 我慢っっててていううのはどうしても必要になってくるんでね成長に伴う痛みというか。まあ、それは必要なんで、そこは覚えておいてくださいと。で、僕自身の友人の事例なんですけど、東京でね、高年収でまあ副社長だったんですよ。なんですけど、会社を辞めて、自分の地元に戻ってね、イベント会社を立ち上げた社長がいてね、そういう人は何万人も集まる、やっぱ規模のイベントとかを運営してて、いまだにもう十何年経ちますけど、成功してますね、ずっと。それ以外にもこうブラック企業から抜けたいっていう,もう一心でね、先に会社辞めちゃったんですよ、もうこんな生活の、こんな人生嫌だって言って、もうお金のことはとにかく後でて、 考えようこのままじゃ壊れちゃうって言って、抜けたい一心でね、会社を辞めてアフィリエイトをした友人もいるんですけど、最初ね、無一文になったけど、どんだけ生活が苦しくっても、いや、もうこの方がいいって言って、まあ、そのスタートしたんですけど、今はもう月収が数百万ずっと平均でありますね。会社にその、縛られるというか、会社に勤めて人生終わるの嫌だって私何のために生きてきたんだろうみたいなね。何かを成し遂げたいみたいなね。そういう思いで辞めてサロン経営してたりとかしてね、すごい今は成功してたりとか。まあ、大手でこう、やりがいがなかったみたいでね、このまま人生終わるのは嫌だって思った友人とかもいて、 そういう人は背取りを始めて成功したりとかね。まあその他いろんな事例って多数あるんですけど、共通している点として何があったかっていうと、圧倒的なこう熱量があったんですよね。魂がこもってたとかね。まあ最初もちろんみんな収入がなくなったり不安もあったんですよ。不安もあったんだけども、不安を乗り越えるこう何かを掴みたいっていうね、熱量があったんですよ。伝えたいものがあるとか、こういうことをやりたいとか、こんな人生生きたいとか、こんなのはどうしても嫌だみたいなね。そういう熱量があったんですよね。で、その熱量が成功に至るあと一歩の努力をくれるし、 不思議とそういう熱量っていうのは人に伝わるんですよね。これって人に言われてやってた仕事とかだったら、これはね、出ないんですよ。最後のあと一歩っていうのはね。だから、やっぱり自分自身でこういうことをやりたいっていうね、それを持つっていうのが大事だと思うんですね。僕自身でも、やっぱりその高校生から稼いでたっていうと、すごく順風満帆のように思われ、それは学習だからできたんでしょうとか、あなただからそう言えるんだよみたいな、そういうこと言われたりするんですけど、でもやっぱりたくさん失敗もあったし、いざこれで食べていこうってするときは、やっぱ勇気必要だったんですよ。だって誰もそういう選択する人っていうのはいないですからね。高校 高校生の時に卒業して、いざ自分でこれで食べていこうって言っても、今でこそ認められてるような。こういう it の仕事とかも何それみたいな時代でもっとちゃんと将来のことを考えた方がいいよ。とか、やっぱ18歳の状態とかで大人たちに言われるわけなんで、やっぱりね。多少不安になったりとか。でもその不安だから悪いっていうわけじゃなくて、やっぱり自分の中に強いものを持ってるから、これで何とか食べたい。やっぱりこういう風に生きたいみたいな。そういうのがあったから、乗り越えさせてくれたところっていうのがあるんですよね。で、不安があるから努力もさせてくれると結構みんな成功してる人とかいろんなね。本を。 とか見てたらすごくこう強そうじゃないですか。自信に満ち溢れててみたいな。みんな強がってるけど、やっぱりね。みんなどっかで不安なんですよ。 稼いでる人たちとか、強そうに見える人たちとかも、やっぱどっかでね、不安を抱えて頑張ってるんですよね。外から見てたらあんまりそう見えないかもしれないですけど、不安だから努力もするし、その努力をするから努力が自信を与えてくれるっていう風にね。だからまあみんな一緒ですよってことですね。今この動画をね、見てる人が不安に思ってるところっていうのを、みんなから見ると成功してすごいなって思う人でも持ってるってことですよね。で、まとめに行きたいんですけど、圧倒的な熱量があれば、何をやっても稼ぐことはできるんだよと。大金持ちっていうところまでは難しかったとしてもね。生活できる ぐぐらい稼ぐこととはできるとこの熱量っていうのは、この仕事がしたいんだとかじゃなくても、私はこう行きたいとか、こんな風になりたくないみたいなね、そういう部分も含めてですよ。逆にそのぐらいの熱量がなかったら、起業しようが副業しようが会社員を続けようが、やっぱこれは成功するのは難しいと。それすらないっていうようなね、状態なんだったら別に見つかるまでは現状でもいいかもしれないですよね。ただし、その何でも成功できるよとは言ったものの、難しいジャンルとか仕事はありますよ。 人に認知されてないとか、需要を一から掘り起こすとか、作っていかないといけないような仕事ってのは、やっぱり難しいのは難しいですよ。すでに市場の需要があったりとか、稼いでる人がいるっていうジャンルの方が簡単ですね。こういう仕事を始めてうまくいかないんですけど、どうしたらいいですか？みたいなどう思いますか？みたいな質問とかってもらうんですけど、市場のね、ニーズがないことをやってる人っていうのが結構多いんですよね。だから、それは難しいですよと。やっぱり、一から掘り起こしていかないといけないんでね。これでもやりたいっていうぐらいお金とか関係なく、もうギリギリの生活でも、何でも生きれたらいいんだ、みたいな。だから、これをどうし もりたたたいいいいいんんだだっっていうくららいら強い思いがあるるそれれは続けたら何かか形になるかもしれなしですけどねでもやっぱりほとんどの人がそこまでの熱量って続かないんで同じ熱量かけるんだったら簡単な方から行った方がいいかなと思いますね僕自身だったらやっぱりやりがいっていうところを選ぶかなとただしそれは熱量がある時のみですよそのお金のことも含めて飲み込めるなとかそれくらいの熱量がある時のみそうするとだから自分はどう生きたいかっていうのが大切なんですよ人生の価値観マップっていうのを作りましょうとか羅針盤を作ろうって言ってるのはそのためですよね是非ね作って 見てください。会社員がダメで企業が OK とかね、そういう話じゃないんですよ、今回の話っていうのはね。要は自分のやりたいことをどんな風に行きたいかっていうのと熱量の問題なんだよと。確かに生活のためのお金はね、すごく大切と。でも、生活のための仕事で成果っていうのはやっぱ出にくいんですよ。そこまでやるかっていうぐらいの魂の後一歩みたいなね、それが成果を分けるっていうことなんです。これはなんかお金だけじゃない何かなんですよね。ここがあるかどうかでやっぱり大きく成功するラインを超えるかどうかっていうのが変わってくると。会社員でも企 企業家でもね、熱量を持てるっていう魂を込めるみたいな仕事ができるんだったら、別にこれは会社員でも企業家でも成功できると思うんですよねで。熱量を持てて、まあやりがいがあって稼げるっていうんだったら、それがもちろん一番いいですよね。ということで、一人一人がね、豊かな人生になることを願ってます。以上参考になれば嬉しいです。オンラインコミュニティ、リベシティも運営しています。YouTube を見ているけど、なかなか行動できていない。行動しているものの、いまいち成果が出ていない。そんな方の背中を後押しする最高の実践の場になっています。 現在、リベシティでは初心者さんへのサポートに力を入れています。サポーターが初心者さん向けの YouTube ライブを配信したり、リベシティオフィスで対面のガイダンスを開催。こんな風に初めての方でもリベシティを最大限活用してもらえる体制を整えているので、ぜひ参加してみてください。今日が人生で一番若い日です。これからもしっかり学んで行動して自由への道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。それでは今日もいい一日を。